男、立浪和義、借金がどうとかは気にしない。借金は今季ワーストの15。借金がどうとかは気にしても仕方ない。借金は今季ワーストの15に、まだまだ試合は残ってますから。毎試合全力で勝ちに行くことですね。借金がどうとかは気にしても仕方ない。ミスも若い選手に出ますけど、成長していけるように。勝ちに行く、そういう姿勢は失わずにやっていかないといけないなと思います。全く気にしてないのでセーフ。中日ファン以外誰も気にしてない。シーズン終わればチャラになるからな、長い目で見れる素晴らしい監督。ネタありすぎやろ。やっぱりホームランが正義なんだよな。なんでアリエル放出したんや。綺麗に逆転されたな。アリエルが遠藤を渡すとか素敵やないですか。恩返し。強打の素晴らしさに気づいたアリエル。いやこのスレ全部結果論やん。ビシゲも結果論だから。細川が打点に上げててくさ。まだ慌てるような時間じゃない、優勝ラインは80勝だろう。アリエルが元気そうで何よりや。